地獄虫地獄釜とは、大分県別府市の鉄林温泉周辺にて、地獄から噴出する蒸気熱を利用した加熱調理装置。それを利用して、食材を蒸す料理法を地獄虫と呼んでいる。江戸時代から続く伝統的な調理法である。地獄釜鉄林温泉全国一の輸出量を誇り、厳選温度の高い別府八湯、特に鉄林温泉、廟板温泉周辺では、 100度近い高温の温泉の蒸気を利用した調理が江戸時代から行われていた。そこから温泉の蒸気が吹き出す釜が作られ、この地方ではこれを地獄釜と呼び、この釜を利用した加熱調理のことを地獄蒸しと称して、米、野菜、肉、魚介類などの様々な食材をザルに乗せ、地獄釜から噴出する蒸気に当てて加熱調理する。塩分を含む。 高温の蒸気で一気に蒸すことによって、食材本来の旨味が閉じ込められるため、余計な味付けをせずとも美味であると言われる。地獄が魔坊主地獄、明治時代に地水宿である、現在の双葉荘の近く一帯は、地獄原と呼ばれ、粘土のような土地で、どこを掘っても噴気が上がった。子供たちは1メートルばかりの青竹を土に突っ込んで、噴気の穴を開け、吹き出す噴気に、 近所の豆畑から取ってきた大豆の枝を煮て食べたりした。サツマイモ畑から芋を取ってきて虫芋にすることもあったことなどが、これらが務む著、別府根弱に描かれている。元来、鉄林温泉一帯は、どこもここも熱湯が自然に湧き、地獄の音が恐ろしいほどにと驚く場所であったが、1276年にこの地を訪れた一辺商人が、 温泉場らしく手入れしたと言われている。観光地の売店などで店頭に地獄釜が据えられているところでは温泉卵やプリン、芋、トウモロコシ、豚まんなどを蒸して販売している。鉄輪温泉では今でも当時目的で長期滞在が可能な鹿島旅館が多数あるが、これらの旅館では宿泊客が自由に使える地獄釜を備えており、客はこの地獄釜で自炊をしながら 超投流する。また、食材の持ち込みも可能で手軽に、地獄釜を利用できる地獄虫工房もある。AB、エキサイトニュースベップ、名板温泉のよう香る蒸気で調理。絶対食すべき、地獄虫グルメ参戦、大分県。2020年3月5日閲覧。AB、エキサイトニュース蒸気は、なんと摂氏100度。ベップ温泉名物、地獄虫が美味しすぎる。 大分県、別府市、旅路ネ2019年11月18日。2020年3月5日閲覧。ABC、地獄虫工房鉄輪公式サイト。2020年3月5日閲覧。エリア旅路ネ蒸気は、なんと摂氏100度。別府温泉名物、地獄虫が美味しすぎる。大分県、別府市。2020年3月5日閲覧。これながつとむちょ。 別府ぷこんじゃく、ありがとうございます。